FC バレーン下関は山口県下関市を本拠地とする社会人、サッカークラブ、J リーグ加盟を目指すクラブの一つである。下関市サッカー協会は独自の社会人、サッカーリーグとして、下関市サッカーリーグを運営していたが、同リーグは日本サッカーのリーグ構成のカテゴライズからは外れたリーグであり、同リーグに参加しても日本サッカー協会の主観する大会には、 参加できなかった。こうした状況を踏まえ、下関市サッカー協会が JFA 主管リーグへの参画のために、下関市社会人リーグから選抜された選手を中心に2006年に発足したのが、本クラブである。ホームスタジアムは、乃木浜総合公園天然芝グラウンド、下関市 A 下関陸上競技場である。バレインはフランス語で、クジラを意味し、 下関がかつて捕鯨基地であったことや名産品から由来する。マスコットキャラクターはマッコウクジラをモチーフとしたマッコウ。青色をした体にバレンの文字と頭に背番号ではなく頭番号として10と書かれている。ありがとうございます。